狂犬病ウイルスとは、ラブドウイルスカリッサウイルス属に属するウイルスの一種。狂犬病の病原体である。狂犬病ウイルスは人や犬だけでなく、すべての哺乳類に感染し、また昆虫によって媒介される。増殖は感染した細胞の細胞質で行われる。乾燥や熱、アルコール消毒で容易に不活化する。狂犬病ウイルスは、 マイナス差の一本グサリ RNA ウイルスで、ビリオンは弾丸のような形をした円筒形である。人に感染するウイルスの多くは、生多面体のビリオンを持つため、これは珍しい形である。円筒の長さは180ナノメートル、直径は75ナノメートルある。先端の一方は丸みを帯びた円錐形であり、もう一方は平坦か凹んでいる。 リポタンパク質のエンペローブは平坦な部分以外を打っている。内部には螺旋状のリポ核タンパク質と RNA がある。RNA はラブドウイルス化に多く見られる L、G、N、P、M の5つの遺伝子が見られる。ゲノム全体の長さは11615から1966塩基体である。狂犬病ウイルスの遺伝子は 約1500年間という短い期間で進化したと考えられている。狂犬病ウイルスはほぼ全世界に分布しており、ウイルスを保持している動物の種類も犬、コウモリ、キツネ、マングースなど様々である。日本は1950年に定められた狂犬病予防法に基づき狂犬病ウイルスの撲滅を行い、約7年で撲滅に成功した。 日本においては他国を旅行中に犬に噛まれて感染し、帰国後発症し死亡したケースを除いては、1956年の人と1957年の猫の発生を最後に、1年間に約5万5千人が死亡しているが、そのうちの3万人以上はアジアである。他に感染が報告されていない国は、日本の厚生労働大臣が指定するものは、オーストラリア、ニュージーランド、 フィジー共和国、アイスランド、アイルランド、ノルウェー、スウェーデンとアメリカ合衆国のグアム及びハワイ、イギリスのグレートブリテン島及び北アイルランドである。それ以外の国や地域は一人以上の感染が報告されているか、もしくは報告がない。アメリカ疾病予防管理センターが土着の報告がないとする地域はもう少し広い地域が指定されている。7種の遺伝子型に分類されている。 日本国内には研究用として、西ヶ原株、小松川株、高橋株由来の高面株など数種類のウイルス株が保管されている。2004年の国立感染症研究所の報告によれば、高面株及び西ヶ原株は、ヨーロッパ、中近東、アフリカからなる、最も広い地域の分離株で形成されるクラスターに属し、小松川株は北極、 カナダロシアから分離されたウイルスのクラスターに属しているとされている。さらに、1940年代に日本国内で分離された小松川株の由来は中国及びロシア由来のウイルスと考えられるとしている。詳細は、狂犬病を、を参照狂犬病ウイルスは主に感染した生物の唾液を経由し、傷口などから侵入して感染する。それ以外の感染経路は、 稀なケースとして、狂犬病の患者の臓器を移植したことによる感染の報告はあるが、輸血による感染は報告されていない。狂犬病ウイルスが体内に入るとエンドソームを経由して神経細胞の細胞質に入り込みその中で増殖する。これはエンドソーム内は低い pH に保たれているため、ウイルスのゲノムが生き残るためである。この時細胞質には、 ねぐり固定と呼ばれる、特有の風に有体が形成される。抹消神経を介して脳神経に達し、そこで初めて狂犬病を発症する。したがって脳神経から離れた部位から感染するほど潜伏期間は長くなる。一般に潜伏期間は1ヶ月から3ヶ月であるが、長い場合には1年から2年に達する。発症した場合、実験段階である。 ミルウォーキープロトコル以外の有効な治療法はなく、100%死亡するウイルスである。交渉を受け発症前の場合、狂犬病ワクチンの複数回の接種が行われる。日本においては感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に指定されている。またこれとは別に犬には、狂犬病予防法、牛や馬などには、 家畜伝染病予防法が適用されている。交渉事故を起こした動物は捕獲後2週間の観察が義務付けられている。これは2週間以内に狂犬病を発症しない動物は交渉時点での感染が否定されるからであるのと感染の疑いがある人を検査しても感染の有無を把握できないためである。ウイルスを保有している動物に対する予防接種のほか 人の交渉後の発症防止のために、曝露前ワクチン接種、曝露後ワクチン接種用途に使用される。狂犬病ワクチンは1885年に、ルイパスツールとエミールルーによって開発、使用された。現在では、ワクチンを製造する際の培養期により、感染動物の組織由来、ワクチン、鳥発育肺ワクチン、組織培養ワクチンに対別される10種類程度の、 ワクチンが存在する。また、狂犬病ワクチンは、リッサウイルス属の打ちこもらを除き血清学的に交差するため、狂犬病ワクチンにより発症を防ぐことが可能である。神経伝達の経路を調べるためには、途方もなく複雑で不明瞭な細胞の絡まりから、関与する細胞を識別しなければならない。最も難しい課題である。 指定した一つの細胞とシナプスで接続している細胞のみを正確に可視化するために狂犬病ウイルスを応用するトランスシナプス標識という手法がある。狂犬病ウイルスは傷口から末梢神経に侵入すると神経繊維の軸索を遡り細胞体へ入って増殖して樹状突起へと移行しシナプスを渡って上流の次の細胞の軸索に侵入し これを繰り返し最後に脳、中枢神経に達して様々な神経症状を引き起こす。この狂犬病ウイルスの神経細胞を遡って移行する性質を応用して無条件に増殖できない、制限、感染した細胞に色を与える機能、自然界における哺乳類への無害化という遺伝子操作を加えた変異型の狂犬病ウイルスが作られた。 このウイルスを神経細胞に導入し、調べようとする細胞に、ウイルス感染開始の条件を整える操作をする。ウイルスは増殖して、病原性を発現し、シナプスを渡って前シナプス細胞に侵入し、さら増殖しようとする。ところがこの細胞内の環境では阻害され、感染力も失っているので、さらに遡って、シナプスを超えることはできない。代わりに組み込んでおいた。 蛍光タンパク質の遺伝子が発現して接続している神経細胞のみを可視化することができる。この手法は神経回路研究における画期的な手法として今後の応用が期待されている。ありがとうございます。